トゥーランド V のことが近いですよいしょー正統竹内文書シリーズ最終章、日本の歴史がひっくり返る超考察。今回は日本を訪れていたイエス・キリストの弟石切彦についてお話ししていきます。2000年以上前から受け継がれし極秘紅蓮、正統竹内文書の伝承者がね、もう絶対に語らなかった謎を解き明かす超考察会でございますよ。はい。今回はね、イエス・キリストの話ではなくて、弟の石切彦のお話をしていきます。弟ったんですね。弟おるんですわ。まあ、正統竹内文書の伝承では、イエス・キリスト日本に来てましたよっていう口伝が伝わってるんですよね。はいはい。そしてその弟も日本に来てて、その弟さんの名前が石切彦だと。石切彦だと。ね。石切ね。伝えてるんですよね。これは、73世竹之内の宿根である竹内睦弘さんだけではなく、1910年に竹之内清丸氏が公開した、茨城系竹内文書でも、イエス・キリストの来日が伝えられてるんですよ。日本を訪れていたイエス・キリストと、その弟石切彦は、日本にどのような影響をもたらしたのでしょうか。今回は、秦氏が信奉した稲荷の秘密などが明かされる重要な回となっておりますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。それにしてもね、日本にイエス・キリストが来てたよって話どう思います？いや、それはにわか信じられへんな。にわか信じられへん。にわか信じられへん。にわかって言いたすぎてもう文法が適当になってるからね。イエス自体は12歳から30歳くらいまでの間、何してたか全然分かってないのよ。あ、そうなんや。空白期間って言われてて、この間に日本来てたっていうのであれば分からんでもないかなと思うんですけども、まあ確かにね、まさかの弟まで来てたというね。弟も一緒におったんや。しかしね、イエスといえば、ユダヤ人ですよね。正統竹内文書の伝承では、様々なユダヤ人が古代日本を訪れていたと伝えられており、そのまま日本に帰化したのが、秦一族、大国主だと言われています。そして、日本神話では、天照大神の孫、ニニギを地上まで案内したと言われる猿田彦も、本当は日本を訪れたユダヤ人だと言われていましたよね。猿田彦といえば、日本神話の記述としては珍しくね、はっきりとビジュアルのことが書かれてるんですよ。ね、その姿は鼻がもうめちゃめちゃ長くて、目が真っ赤に光る、大男神様として描かれてるんですよ。まあ、すんごいインパクトですけども、日本人から見た外国人のことだったと考えれば、まあ、この表現も納得いくわけですよ。そして、正統竹内文書の伝承では、この猿田彦の正体こそが、イエス・キリストだと伝えているわけですよね。はい。以前この動画でもお話してきたんですけども、もうこれはさすがにびっくりだと。ちょっと受け入れがたい話ではあるんですけども、一旦この伝承をね、受け入れてお話を進めていきましょう。この猿田彦ことイエス・キリストは、日本では五十彦、または伊節彦と呼ばれていたらしく、2回にわたって日本に来てたらしいんですよ。そして2回目の来日の時に弟の石切彦も一緒に日本にやってきたと。もちろん石切彦というのは本名ではなくて、日本に来てから付けられた名前だと思うのですけども、そもそもね、イエスに弟っておったっけと。そうよね、そんな感じしますよね。実はね、イエスって兄弟いっぱいおったのよ。あ、そうなんや。そう、まあ、母のマリアが夫と関係を結ぶ前にイエスを妊娠したというね、伝説的にもなんとなく男性を知らずにイエス一人だけ産んだんかなーみたいな感じもすんねんけど、マタイ福音書やマルコ福音書にはっきりとイエスの兄弟の存在が記されてるんですよ。どうやらね、イエスには何人かの弟と妹がいたようです。なので、その弟の中の一人がイエスと共に日本を訪れたというわけなんですよ。ちなみに、イエス・キリストのお父さんが大工だったっていうのは、まあ、有名なお話なんですけども、日本における大工とはね、仕事の内容がだいぶ違うかったらしいんですよ。あ、そうなんや。言って日本ってね、木材豊富やんか。ね、だから古来からね、木造建築が中心やったわけですよ。もう木が当たり前にあるから。ただね、ユダヤ人が住んでたね、中東地域って、もう砂漠みたいな感じない。ああ、確かに。枯れないの。だから木材めちゃくちゃ貴重やったの。木生えてないもんね。そう。だから、もう住居はもう洞窟とか、家を建てるにしても、切り出した石材とか、星レンガを積み上げて作ってたんですよね。石や。そう。石なんですよ。つまり、中東における大工さんっていうのは、石工のスキルがね、必須やったわけなんですよ。家作るのに石が絶対いるから。そう。このベースをわからないと。なるほど。そう、大工のイメージが全然違うっていうね。イエスのお父さんが大工さんやったとすれば、イエスの弟である石切彦もね、大工をしてた可能性高そうじゃないですか。うん。なんなら名前、石切ですからね。もう言うてもてるね。完全に石工系の名前なのよ。完全に。隠しきれてないのよ。隠しきもないのよ。出してるのよ。アピールしてるのよ。石切れますよと。つまり、日本に来て石切り子と呼ばれるようになったのは、石を切り出して加工する技術を日本に伝えたから、ね、石切り子さんって、そういう風に呼ばれるようになったんちゃうかなと。なるほどね。あだ名みたいな。石切れないで石切り子さんって呼ばへんやん。呼ばへんな。俺、石切り子って呼んでなって言ったか、言われるようになったかのもう二択なのよ。ちなみにね、日本には名前に、石造りとか、石切りっていう名前の神社が、いろいろと存在してて、ここ深掘りしていくとね、なかなか面白いんですよ。そうなんや。そう。まず、大阪府東大阪市にある、石切剣屋神社。ね、知ってるでしょ？大阪出身やからね。ありますね。この神社の主催人は、人々から親しみを込めて、うん、石切さんと。石切さん。呼ばれてるんですよ。そうなんや。そう。もう完全に、石切彦の相性やん。石切さんって。石切さん。ね、石切彦でしょ、それは。うん。下に彦しかないでしょ。もうそのまま行ったらね。そう。じゃあね。石切剣屋神社の祀られてる主催人は、うん、まあ誰なのって話ですよね。そうだね。なんとね、うん、右早日の御事なんですよ。右早日なんや。ここでそこ。石切さんイコール、右早日なんですよ。なんでか。なんでや。まあ、右早日といえば、トゥーランド Vlog でも散々お話してきた存在ですけども、なぜ右早日が石切さんなのかという話ですよね。うん、さらに、岐阜県にある石造神社には、石工の集団の末裔と言われる古代豪族、矢迫村地の伝承があり、ね、他にもね、様々な社殿から、矢迫村地は、にぎはやぎの子孫であることがわかるんですよ。ほう。これまたね、にぎはやぎの子孫が石工集団だったってことがね、石造神社からもわかると。同じく石関係である、磯の神神宮も、にぎはやぎの子孫、物部氏の総氏神が祀られている場所なので、とにかくにぎはやひは石関係、すなわち石工に深い関わりがあったことは、ね、間違いなさそうなんですよ。間違いないね、そんだけ言われてる。そう、スサノオの息子であるにぎはやひの子孫がなぜ、つくよみ系の石工の技術を持ってたのでしょうか。前回お話した、カム大市姫の正統竹内文書をベースにした考察では、アマテラス、スサノオの時代に世界に拡散したつくよみの末裔であるユダヤ人が大量に日本に渡来したこと。そして最初に日本にやってきたユダヤの一団が巨大な蛇である女神、レビアタンを信仰するレビ族だったこと。このレビ族の再使用がカムー大市姫であり、スサノオと結婚したこと。このあたりのお話をしてきましたよね。にぎはやひは、レビ族の妻子よ、カムオイチ姫と出雲の統治をスサノオとの間に生まれた存在なので、そもそもがユダヤに深い関わりを持つ存在だったわけですよ。ね。出雲とユダヤのハーフ。ね。ってことですよね。うん。だからこそお年は、スサノオの息子だったのに、雨の穂あかりというユダヤの神様的なね、そういう称号を持ってたわけですよ。なんたってね、レビ族の最子の息子さんですからね。そうよね。ユダヤの神的なのがあってもおかしくはないと。そしてこの時に、カム大市姫と共に日本を訪れたレビ族の一団が後のハタシだったとすれば、ね、その後日本に与えた影響が非常に大きいのも納得ですよね。ハタシの拠点だった京都を中心に、ユダヤの名残を感じるお寺やお祭りが多いこと。失われしユダヤの神器、アークが日本の剣山にあるという伝説も、石を司ってたレビ族がね、日本に来てたなら全てが繋がるわけですよ。ね。アークとみこしは見た目も、担ぎ方も、掛け声さえも一緒やったと。ね。そう言われてるわけですからね。はい。ハタシを深掘りしたこちらの回では、ハタシの氏神は、お稲荷さんだったよと、いうことが分かりましたよね。はい。そして、お稲荷さんの本当の名前は、ウカの御霊であり、系図としては、スサノオの娘さんだという扱いになってましたよね。うん。その後のね、アマテラス系である、大和朝廷でのハタシの活躍を考えると、なんでハタシの氏神が、スサノオとか、出雲系なんやろなーっていうのが、ね、当時の大きな疑問やったじゃないですか。うん。ただね、ハタシが、カム大市姫と一緒に日本に来ていたレビ族の末裔なら、すべて説明がつくわけですよ。なぜなら、レビ族のトップであるカム大市姫が、ね、出雲系のスサノオと結婚してるわけやからねと。はい。しかしその後、カム大市姫とスサノオの関係を悪化し、カム大市姫は出雲から出ているわけだと。そして、カム大市姫の息子である大利氏も出雲を飛び出しているので、結果的にね、ほとんどのハタイ一族は、カム大一姫か、その息子である大利氏についていってるはずなんだと。だから、ハタ氏は、もともとは出雲族やけど、その名残はないよね、みたいな。ヤマトとか行っちゃったよね、みたいな。ね。とこに繋がるわけですよ。カム大一姫の行方はね、はっきりわからないんですけども、息子の大利氏は、そのまま長須根以降の支配するヤマトにたどり着き、ね、バッチバチに戦って勝って、制圧しましたよね。で、その後、アマテラスの子孫、イワレビコにヤマトは奪われるわけなんですけども、にぎはやぎの息子である馬島氏は、もののべ氏として、高倉氏は尾張氏として、天皇家に使えるわけですよ。だから、負けてるけど、結果いいポジションに入ってるね。いい感じに。そう。正統竹内文書の口伝では、反対してたのはもう長常彦だけなので、ヤマトの国譲り後もね、ハタイ一族はそのままいい感じのポジションにスッと入れたの。言うてしまえば。これが、ハタ氏の氏神が出雲系である理由と、その後のヤマト朝廷にハタ氏が君臨した経緯なのではないかと考察するわけですけども、ここでしれっと、稲荷界最大の謎、伏線が回収されましたっていうね。スンってね、さらっといきましたけどもね。ということで、にぎはやぎやハタイ一族は、ユダヤ系といっても、もともとは最新の一族であるレビ族にルーツを持ってたので、石工専門外だったのではないかなと思うわけですよ。なぜなら、イエスの弟に石切彦って名前がつくぐらいやから、ね、石切れる人っていうのが特別やったわけよ。あ、確かに。そう。石工の技術っていうのは、レビ族にとっても相当重宝されたのではないかと。推測できるわけですよ。なるほど。石切りの人がゴロゴロおったら、わざわざそのイエスの弟に石切りさんつけへんでしょ。言わへんね。ね。カム大一姫やハタ氏。大国にしては全く別の経緯で日本にたどり着いたイエスと石切彦。正統竹内文書の口伝では、太陽の昇る東を目指していたら、ね、日本にたどり着いたんだよって伝えられてるんですよ。で、日本にたどり着いたイエスや石切彦は、レビ族の一団が日本ついてたんやっていうことと、神が与えたイスラエルという土地に値する伊勢という場所を知るわけですよ。ね。口伝によると、イスラエルって言葉は、伊勢に栄光をという意味であり、この伊勢という土地こそがユダヤ人が帰ってくるべき場所だったという話なんですよね。こう考えると、ハタ氏の氏神、ウカの御霊と同一神である豊受の狼が、伊勢神宮の主催時に祀られているのも納得なんですよ。ビシャってはまるね。そう。なぜなら伊勢だから。月の神ですからね、豊受の狼は。その後のイエスは、イスラエルに戻り、貼り付けにされたのか、別の兄弟が身代わりになって生き延びたのかはわかりません。正統竹内文書の雑伝では、生き延びてアメリカ大陸に渡ったとも伝えられてます。しかし、石切彦はそのまま日本に残り、にぎはやぎ一族には石工の技術を、そして、ハタ一族にも強い影響を与えました。もしかしたらもう交わったのかもしれないですね。石切彦の一族とにぎはやぎの一族がね。それは、にぎはやぎの子孫の一部が石工集団になっていることや、にぎはやぎの一族が石切神社を作っていることからも明らかですよね、と。まあ、ハタ一族は、もともとはユダヤの中でも特殊なレビ族の一団なので、本来はね、ユダヤ教から派生したキリスト教とはもう全く関係ないはずなんですよ。でも、ハタ一族にはね、ところどころキリスト教の名残が見られると言われてるんですよね。そうなんです。まあ、平安時代の書物では、十字架のことを、旗のものを意味する、旗ものと書かれてたり、旗氏の信奉する稲荷は、イエスが貼り付けにされた時に、十字架に書かれた、ユダヤ人の王、ナザレ出身のイエスを意味する、因理が元になってると言われてるのですけども、ハタ氏が単純にキリスト教だったとしたら、いろいろとね、矛盾が生じるんですよね。ハタ氏はね、凄まじい財力と技術を持っていたのに、国を乗っ取らなかったのは、あくまで月読の氏族の末裔として日本に来ていたからであり、内神であるウカの御霊が出雲系なのも一度はスサノオと交わったから。そしてそのルーツは、キリスト教よりもっと前から存在したユダヤの最初を司るレビ族だったわけです。レビ族っていうのは、蛇の女神、レビアタンを信仰してた一族やったので、そのトップであるカム大一姫と、サノオの息子である大利、またの名を大物主、イコールにぎはやぎが、ややこしいけどね。このにぎはやぎが蛇神であること。蛇神で表されてたじゃないですか。そこにも繋がってくるわけなんですよ。完全に繋がるね。そう。蛇を信仰したレビアタンの娘、息子が蛇神。見事に。レビ族。もういろいろパチンパチンなよね。なので、ハタ氏はキリスト教だったわけではなくて、石切彦とか、その一団との関わりにより強い影響を受けた。っていうのがなんか一番近い感じもするんですよね。確かにね。そう。ちなみにね、日本の十大家紋と言われてる、三輪柏のデザインを見てください。数こそ違いますが、ユダヤ教のシンボルであるメノラーにね、非常によく似てますよね、これ。似てるね。徳島県にある大和大国玉神社の神門に至っては、メノラーとね、完全に同じ本数なんですよ。ほんまや。うん。この大和大国玉神社の御祭神っていうのが、大和大国玉の神なんですよ。軌道ないやん。うん。隠されてるんよ。そうなんやっぱり。うん、主催人やけど、名前ようわからない人は隠されてるからね、基本的に。なるほど。そして、もともとは、天照大神と共に祀られてたらしいんですよ。もともとは。大和大国玉の神は。ようわからん神様だけどね。うん、ただ、伝承によると、崇神天皇の時代に、大和大国玉の神と、天照大神をね、一緒に祀るのまずいんじゃないかってことで、バラバラに切り離されたらしいんですよね。あら。そして、この大和大国玉の代わりに、後に、大物主が祀られたらしい。ああ、ああ。そう、こうなってくると、もう逃げ早いですやん。ですやんと。もしかしたら仕立てる姫かもしんないけどね。もし、大和大国玉の正体が逃げ早いだとすれば、神門がもう完全にメノラーになってるのも納得なんですよ。確かに。レビ族の最主要の息子やからね。ね。ちなみに、総理大臣の会見には、五七の霧が付き物だと言われてるんですけども、これは見事に、メノラー的な模様と、生命の木や、七種にここの部分そっくりじゃないですか。ほぼ一緒やん。メノラーと生命の木の合わせ技よ。グーンってくっつけてるよ、これ。完全やね。ね、これ総理大臣変わっても、いつもこのマークなのよ。なぜか。なぜか。なんで、メノラーと生命の木のこのマークが総理大臣の会見でいつも、顔を覗かせてるの。日本のね。そう。これらの名残を見ると、右派妃がユダヤと関係していたこと、イエス・エチキリヒコがハタシに与えた影響っていうのは相当大きそうですよね。相当すぎるでしょ。ね。それでは、右派妃一族に移築の技術を授け、ハタシに大きな影響を与えたイシキリヒコはその後、どこへ行ったのでしょうか。イシキリヒコがその後向かった場所として、有力視されている場所の一つが、青森県の信号村なんですよ。青森県の信号村。そう。正統系竹内文書とはまた別の、茨城系竹内文書を発表した竹之内の清丸氏が、1935年頃にね、この信号村を、ね、古文書を元に訪ねてきて、この地にあった墓を見つけて、これだと、これがイエスの墓だ見つけたぞって言って、大喜びしたらしいんですよ。なんでそう。まあ、伝承に残ってたんやろな。この辺にあるよと。で、いろいろ調べていったら、この村には、昔から偉い人の墓やけど誰の墓か分からへんと。言われてる場所があったんですよ。へー。そこでなんか証拠があったのか、ピンときたのか、ね、竹之内の清丸がここやって言って認定したと。で、この墓を代々守っていたのが沢口一族であり、ね、家にね、ダビデの星を思わせる五芒星が発見されてたり、先祖でね、目が青くて、目鼻立ちが日本人離れしてた人いたなみたいなことが言われてたんですよ。ほら。本来のユダヤ人は中東系の見た目をしているはずなのに、目が青い先祖がいたっていう言い伝えがあるのはね、なんかいろいろごっちゃなってませんかと思うんですけども、ね、これらの話を考えると、もしかしたらイエスではなく、イシキリヒコがね、訪れてた可能性がありますよね。弟のね。そう。竹之内清丸の一件で、一躍有名になった信号村。しかし、竹之内の清丸はその後、不敬罪で逮捕され、竹内文書も没収されて、東京大空襲で燃やされてしまうと。いろいろと疑問が残る部分はあるんですけれども、信号村が以前はヘブライを連想させるヘライ村と呼ばれていたこと。ね。生まれてきた赤ちゃんの額に十字を書く風習があったこと。信号村はイスラエルからエルサレムストーンという大理石が送られていること。以上のことから、信号村とイエス、もしくはイシキリヒコは何かしらの関係があったんじゃないかと考えられるわけなんですよ。結構ごちごちに繋がってんじゃん。ごちごちにね。こんなおでこに刻んだり。ちなみに信号村にはイエスの弟のイシキリならぬイスキリも祀られてるんですよ。イスキリ。ちょっとね、違う。信号村の伝承では、弟のイスキリがイエスの身代わりになって十字架にかけられたとされてるんですよ。だから、イエスが青森の信号村に着いたのか、弟のイシキリヒコが着いたのかはわかりませんけども、正統竹内文書の口伝では、イシキリヒコはね、最後に東北に向かい、その子孫は東北に住み着いたと伝えられてるんですよ。伝承と正統竹内文書の口伝が、ここでガチャンって、ピターンはまりますね。東北の方行ってますね。行ってますね。なので、信号村の墓は実はね、イエスではなくて、イシキリヒコ。もしくはイシキリヒコの子孫のものなのではないか。思うわけですよ。そうね。さらにね、信号村にはピラミッドと呼ばれる巨石信仰の名残がありますし、青森県にはね、他にも世界最古級の無門土器が発見されている場所でもあります。そして、にぎはやきの家臣であり、もともとはヤマトの支配者だった長常彦も、聖徳太刀打文書の9年ではね、最古は殺されずに、東北に向かったと。あらららら。されてるんですよ。東北行ってるね。なんかあるやん、東北にと。ありますね。ねとにかくここに東北っていうところに、すごいキーワードがあって、これが今後の、超考察のお話にも、繋がってくるんですよ。なるほど。だから今回この話をしたという。ことでございます。東北になんか集結していってるね。そうなのよ。ね、なんかあるよ、これ。あるよいよいよね、クライマックスに近づいてきた超考察なんですけれども、来週は、ね、君の名はの話とかでもね、出てきた、セオリツ姫の正体、仕立てる姫と、ね、初代日本の古代統一王と聖徳太刀打文書では言われている、にぎはやきの、このダブル二柱の謎について、ついに迫っていきます。ついににぎはやきすごいもんね。なんですごかったかって話ですよ。よく考えてくださいね。にぎはやきはスサノオと喧嘩して出雲を飛び出して長常彦を倒して大和取ったんですよ。取りました。その後すぐに三一族の王になったんですよね。ステップおかしない？飛んだ。出雲と喧嘩して出てて大和取ったからってなんで三一族の王になれたかっていうところが、聖徳太刀打文書の口伝にも隠されてる部分なんですよ。うわぁ、隠されてるんすね。いきなりに三子族の方がなれるわけないね。いや、いきなりポーンいったもんね。ね、いつもね、スサノオと喧嘩して出てる人がね、ヤマト取ったぐらいで、アマテラスなんかもう関係ないからね、戦ってもね、なんで三子族の王にいきなりステップアップできたの？にぎはやきさんよと。聖徳太刀打文書のね、伝承も、ここは、スンってスッていってんのよ。なんかね、なっちゃいましたみたいな感じだ。ここに大きな謎が隠されてるんですわ。見込んじゃうんです。グングンって開いたグーンっていきますよということでね、次回は仕立てる姫とにぎはやきの謎ということなんですけども、次回が気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、ね、概要欄にもね、僕らの SNS があるのでぜひフォローしてください。ということで本日はこの辺でございます。